なんか文句あんの？体力ありますね。文句ある人は面接抜けてもらってもいいんだよ。今すぐ抜けてください。いらないから、マジで。私が説明してんのに納得できないの。うん、抜けてください。ね、私はもうね、飲みすぎて回せないから任せたの。次は、うん、僕何時から配信してんの？私朝の4時から配信してんの。もう10時間以上回してんの。時で任せたの、弱さに。ねえ、もったいない。ありがとうございます。でもなんかあ、今テンパってる。テンパんなくていい。テンパってる。ぐらいで言えばいいの。そばだって。うん。あ、気遣いができない人いらないから。いくら？ほら。状況も読めない。ただのクレーマーみたいじゃない。ありがとうございます。僕は。ね、あんたたちは店に来ないの。この人は来てくれた。お金使ってくれてんの。あんたたち無料で見てんの。年収だと500円です。いくら使ってくれた。いいから。それは特別扱いしますよ、ママのね、お祝いで来てくれてんの。ありがとうございます。これ見れない人が出てってちょうだい。わざわざ私が枠じゃないのに、いる必要ないわなって言って。弱ちゃんの枠なんだよ。出てってちょうだい。これ匿名つけてるだけね、匿名きれい。匿名ど、切り方わかんない。そしたら書けないかな。アカウント出していいけど。ピッタ。来ました。いや、ちょっと今ちょっとちょっとテンパってるから、ちょっと待って、もうちょっと。いや、喋れるよ、喋れるけど、ちょっと待って。やだ。喋れるけど。やだ。ちょっとわけわかんないんだって、こんなブワーってなってた。初めてだから、こんなこと。ほら、言えないね。匿名でしか言えない。だくんだっつってね。うん。どうのーと、匿名切ってよ。あかんだし言えよ。私も正直に、ね、戦ってんだ。はい、こっち。はい、あんたも誰も住んでないよ、私のこと。うるせえ女だな。あいも終わっちゃったじゃない。終わっちゃった。あ、ほら、おすすめのじゃ食べる。行きましょう。あ、こう映してくれ、いいね、撮るな。頑張れ。頑張ります。さあ、待て、まだ。隣にべったりいたように、あ、こう隣にいるんだよ。あ、なんだろう、この肩パッドみたいの。どこで買ったのこれ。ナナさん、バトン返します。バトン返します。バトンを返すなんてない。もう無理、怖いです。やーなー、発情期。藤見ちゃんの後には新年配信をやりたくないと。そうだな、家しろっつん。アポイントメントを取ったと、藤見ちゃんの後に。はい、ゴン。はい、ゴン。ダメクミのレクレ焼けた肌さよならクパー何するかで近いよ。ハバヨミズにお前と無事誰の血を燃やして愛の橋の北に引っ張らしずれ青い夏間。アイコー、これ高額で撮ってるから。綺麗に撮れてるよ。
お前は長い。広角で撮ってるから広角で。こっちこっち前向き前向き。そうそうそう。はい、コーン。はい、コーン。アイコー。バカ野郎。あ、地獄列車の窓からお前が投げたネックレス、こんもがしく俺の優しさのサヨナラグッバイ、苦しなんだね。はい、あわよくじんお前と無事きらぬ命を燃やして、アイコー。お前が走ってきたのに悲しんでて、あやこちゃん決めポーズ最後お願いします。イエーイ。そうやって、あ、香水何つけた？香水つけてないです。あの、お母さんが香水苦手って聞いたから。柔軟剤の匂いね。柔軟剤の匂い。奥さんには内緒よ。うん、だってお尻触られてる。お尻触られてる。心霊配信。心霊配信。そうだって、こんなもんじゃないからね。え、なに、藤井さんもや、そう、何あるんですか？当たり前じゃない。ちょっと待って、バニーある俺、アカウント。待って、これ。あ、まさぐられて、おっぱいまさぐられて。まさぐってない。電波がないって、電波がない。頑張って、アンちゃんとか言ってたもんね。ナナさん、配信切っていい？じゃ次、コマやって。コマエくんやってくれないでしょ。自分でやんなよって言われたもん、さっき。うん。あ、なんだ、嘘なんだ。よかった。ちょっと俺すごい怖かった、ちょっと。適当には。うん。よかった、よかった。あ、お父さん、どうなってんの？藤見ちゃん、ごめんね。酔っ払ってんの。あなた、心霊なんか行かないでしょ。誰？行かないけど、なんかね、ヨアさんがね、ヨシイマちゃん、フジミちゃんと行くと、その後にナナちゃんと行きたいって言ったんだよ。それ頭きちゃ、カチンと来ちゃったね。そう、おふざけよ。だから、ヨアさんにおふざけだから気にしなくて。ヨアさんは真面目すぎんだよ。いや、俺なんで怖かった？震えちゃって。真面目な子なのよ。マジでもう怖かった、だって。でもさ、藤見ちゃんと私絡むの真面目じゃダメよね。おふざけも必要にね、心霊で。そう、そういうのも、そう。ね、トレーニングしたのよ。慣れてないから。一応な、藤見先生の心霊だとおふざけよ。洞窟で歌ったりとかね。こっこりさんやったりとか。あー、怖かった。崩していかないと。うん、予定表も変えちゃったな。閲覧伸びないわけだとか言ってんけど、2500あったからな。お前より閲覧あるからな、絶対。お前さ、閲覧少ねえとか伸びねえとか言ってんけどさ、お前より俺の方が閲覧多いからな、絶対。おい。あ、良くなってきて、だんだん良くなってきて、藤見ちゃん。悪い方に。それで、レベル50になりそうだから、ちょっとやろうっていう。今だけよじゃねえよ。今は、奈良さんの力だけど、俺ピンで2500いってたからな、前。藤見ちゃんとやるときにレベル50でやろうっていうさ。
今あげちゃおうっていう感じだったのよ。でもヨアさんが真面目すぎるかな。そうだから藤見先生ちょっとお料理してあげて。5月15日ね。宣伝したいの。5月15日。5月13日ですね。13。はい。13って何曜日？月曜ですね。奥さん公認で。いや、OK だったよ。チューマで OK。ない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 。なんでしてんの？いや、藤見ちゃんちょっと確認して、その後で私確認するわ。うん。じっくりと。ごめんなさい、ちょっとお疲れのところ。はい、ね、じゃあ、スケジュール変えとくかな。ね。藤見先生とコラボで。頑張れとか言って。ね。ごめんなさいね、はい。はい。はい。藤見さん、ごめんなさい、急に。お願いしますと言いな。急に電話かけて、ごめんなさい。よろしくお願いします、月曜日。はい、よろしくお願いします。手震えすぎ。そうです、震え。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。失礼します。帰っとくね。よかった。奈々さんの大丈夫、奈々さんで、え、ちょ、いい、いいんですか。うん、うん、え、うん、した、中した。なんでここがいいの。酒持ってこい。酒お願いします。なんかいいね、よくわかんない。頭が回んないんだね、頭が回んない。大事になって、揉まれて揉まれて。うん、これ触れ合うの何がないんですか。でも、藤ママに蹴られた理由は分かった。誰が充電してくれたの。ありがとう。携帯。やめてよ。ごめん、ごめん、もういいよ。ありがとう。あゆと私は仲良しなんだもん。うん、